はい、ライブ配信が始まりましたね。ちょっと、友人を招待したいと思います。あ、こんにちは。ありがとうございます。今ちょっと友人を招待します。あ、ヒデさん。逆だ。はい。すいません、遅くなって。ありがとうございます。お疲れ様でーす。お疲れ様です。やべ、髪くしゃくしゃ。よろしくお願いします。はい。これ、結構インスタライブあるあるですよね。髪の毛が、見てみると跳ねてるみたいな。ああ、ちょっと恥ずかしいな。ヒデさん、ありがとうございます。今日、今日ライブ出てください。さらに、いつも通り。いつも以上にかっこいい。僕の声とか、普通に聞こえますか？なんか、ムカつくぐらいかっこいいじゃないですか、今日、さらに。本当ですか？あれなんです。なんか、そんなのは全然、あれなんですけど、今日はもうなんか逆に、ヒデさんに資生館カフェみたいなところを、もっとこの前、僕がラジオに出させてもらったんで、その辺をちょっと、逆に僕が聞きたいな、みたいな、深掘りできたらな、みたいな感じで、ちょっと今日は、インスタライブに参加していただきましたみたいな感じですかね。いいえ、いいです。とんでもない、共になんか作っている感じなんで、ぜひぜひお願いします。お願いします。なんかぜひいろいろ参加、なんか見てくださってる方何人かいるんですけど、自己紹介からできたらなと思うんですけど、はい。ヒデさんの、なんかこう、簡単な自己紹介というか、のをしていただけますか？はい。鈴木秀明と申します。秀明なので、秀さんとか呼ばれています。はい。実家がお寺だった影響でお坊さんになり、その後、ちょっと副業しなきゃいけなかったので、もともと関心のあった理学療法士っていうリハビリの世界に飛び込んで、もうかれこれ何十年とそういう生活を続けていて、そんな中で、僕自身が、見取りの経験がなくて、本当にお坊さんとして死んでからの役割じゃないですけど、そういう自分に気づいて、はっと気づいて、そんな時に、始めたのが、死生観の、そういう語る死生観カフェっていうのを始めました。ああ、なるほど。はい。それも結構もう数えたら16年目ぐらいになっていて。死生観カフェはもう16年目ぐらいになってます。そうなんですよ。気づけば。すごっ。で、もう200回以上やって。本当はちゃんと数えとけばよかったなと思うんですけど、でもおそらく200回以上やってるなっていう、この間ちょっと数え直して。はい。はい。まあ、じゃあとりあえず200何回ぐらいにしとこうかなっていう、ちょっとここで言うべきじゃないかもしれないけど。いや、めちゃめちゃすごいですね。はい。僕もなんか、16年続いてる活動って全然知らずに、いや、それは、もう逆に、今回、一緒に参加させていただけるのはめちゃめちゃ嬉しいし、ありがたいんですけど、いいえ。なんか、ヒデさんの自己紹介もすごくなんか、お坊さんだったり、理学療法士だったりみたいな感じですごく面白いんですけど、なんか死生観カフェをなんかこう始めようかなって思ったなんかきっかけとか出来事みたいなことってあったんですか？ありがとうございます。それは先ほどちょっと触れたんですけど、僕自身が当時ホスピスっていう死にゆく人、治療じゃなくて、はい、もうこれからは緩和っていう、その痛みをいかに和らげるかっていう、もう治療ちょっとできなくて、施せなくてっていう方たちが来る場に、ちょっと、ご縁いただいて、理学療法士でしたけど、働いていた時に、はい、僕自身湧き上がって、初めてそういう看取りの現場に入った時に、はい、やっぱり人間として怖さが出てきて、それまでお坊さんとしていろんな
もう当時でも多分100人以上は多分お葬式をさせていただいてたと思うんですけど、はい、あれだけやってんのに、あ、気づけば、そうだ、人が見とる、死にゆくとこ見てないっていう自分に気づいて。で、あ、どうやって人は死んでしまうんだろうと思って、すごい怖くなって。はい、はい。で、ちょっともうちょっとこう、当時は死生観っていう言葉ではやってなかったんですけど、最初は。はい。ただ単に、なんか死について考える、漢字考える会っていうテーマでやってたんですけど、なんかそういうので来る人とお話ができればいいなと思って、始めた回でした。へー。なるほどな、すごい。でもなんか、その、それはやっぱり、あの、お坊さん、前、理学療法士、今もお坊さんでもあるんですか？まあ、もうお坊さんでもありますが、はい、まあ、今は、依頼があった時のみで、そんなに頻回に坊さんをやってるわけじゃないですけど、はい、ただ、僕の解釈では、どこに何をしていようが、僕はお坊さんであるっていう概念というか、生き方として、はい、うん、と思って、まあ、日々、どこかに、体のどこかには、お坊さんとして、もう、僧侶マインドというか、あの、ヨッシーさんの、あの、アーティストマインドじゃないですけど、そんなのあるのか分かんないけど。っていうのは、忘れないでいようというか、はい。はいはい。あの、これは、ここからは自分の命がどこまで続くか分かんないですけど、たとえどういう形になっても、そういう自分ではいると思っています。ああ、なるほど。それやっぱり、その、死生観カフェって、いうところにたどり着いた最初のところの原点にはやっぱりお坊さんっていうところが結構深く関係してるんですか？そうですね、あのやはり僕がね、お坊さんじゃなきゃそんなに 人のお葬式に携わることもないでしょうし、うん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 、でこういう疑問にもぶつからないというか、そういう話を聞こうなんて思わなかったと思いますし、うん、当初はやっぱり坊さんだからやらなきゃいけないっていうか、こういう場を開かなきゃいけないっていうふうに、すごい、はいはい、あの、責任感というか、はい、感じてやってましたので、はい、うん。はい、何かにこう、縛られたりとかもあったんですけど、まあでもそれが僕の、あの、最初の種なので、はい、もちろんだか、なので、今の質問で言うと、あの、お坊さんという世界でいなければやってないと思います。なんか、結構、お坊さんの世界とかは、あの、全然わからないというか、あの、逆にどんな職業よりも、逆にお坊さんっていう、まあ、職業ということもできるかわかんないけれど、あまりその世界に触れることって、なんかすごく少ないなって、やっぱり感じたり、する、僕はするんですけど、そのなんか、やっぱりそのお坊さんということは、そこの実家、家がそういう家系だったっていうことですか？はい、そうですね。あの、聞いたところによると、僕の家系はずっとお坊さんらしくて。はい。なので、根っからのもうなんかそのマインドというか DNA がやっぱり流れているんだなと思って。はい。はい。まあ、結果的に僕はお坊さんというか、あの、ね、実家を継承しない道を選んでしまったので、あれですけど、なので、それもあって、自分の中に先ほどお伝えしたように、あの、もう僕だけじゃない、命の、なんかこう、血の流れているものがっていうか、もうここはもう根っからの坊さんなんだろうなっていう。なので、僕がどうこの現代において、あの、働きかけていくかっていうか、自分の持っているものをどう生かすかっていうところの一つが、やっぱりこの死生観っていうのは、まあ僕の中では、それが大きな、ものだと思っているので。ああ。なるほどな。すごくなんか、深いし、死生観って聞くと、結構センシティブな側面もありそうな感じもしますし、なんか、始めようと思っての第1回目っていうのは、どんな感じだったんですか？最初はですね、どんな人が
来るんだろうと思って。はい。最初はですね、あれ、わかるかな？図書館でやったんですね。県立図書館。県立図書館わかります。の、今も多分そうだと思うんですけど、場所借りれるんですよ。セミナーでみたいな。はい。そこでやりました。へえ。で、結構告知させていただいて、は当時い。は、まあ、知り合いの新聞記者の方が取材に来てくれました。でも来たのは、ですね、なんかお友達を自殺で亡くされた大学生の女の子と、はい。通りがかりのおじさんが参加してくれました。へなんか、お友達を亡くなさ、亡く、友達が亡くなった子の方は、まだなんかちょっとわかるような気もするんですけど、通りがかりのおじさんも、ジョインして入ってくれたんですね。そう、いわゆるよくある、なんていうんですかね、外に、はイベント名を貼っといて、まあ、なんか誰か入ってくればいいなっていう、ちょっとそういう目論見もありましたけど、はいどんなことやってんですか？みたいに入ってきてくれましたね。へえいやなんかそこの中の内容もすごく興味深いですけど、最初のその1回目の死生観カフェと今、200回続けてきたカフェは、なんか、中の内容とかやり方とかは、やっぱりちょっとずつ変わってきてるんですか？あ、そうですね。本当に紆余曲折ありまして、僕自身も大ええ変な、実は、ことが、出来事がいっぱいありました。ー。おどういう大変かっていうと、例えば、ー。はい。まあそういうセンシティブな内容がゆえに、はい。異常に何かに引っかかって泣いてしまう方とか、そもそもそういうの話ができなくなって帰ってしまう人とか、はい。あとは、まあ、感情は泣くだけじゃないので、怒りとか、そういう、なんていうんですかね、ふつふつとしたものを吐露する方とか、確かに。はい。ろ、本当衝突したりとか、いろいろあって、そのタイミング、何がいいかなと思って、今はそういうワークショップじゃないですけど、最初は本当にもう皆さんの、自由に語っていただくっていうスタイルだったんですけど、紆余曲折そういう出来事があって、結果的に今のスタイルに落ち着いているっていうことです。なるほどな。今のスタイルとか、この内容とか、スタイルをまだ聞いてなかったんですけど、ああ、今はいははい。なんかこう、どういうスタイルで、こう、開催されてたりとかするんですか？なんか渋谷とかでもいろんなとこで開催されてるじゃないですか。ありがとうございます。今は本当落ち着いていて、最初のテーマ、問いは、みんなに考えていただくテーマは、もうずっと変わっていないテーマがありまして、あと全体的に、あと2つ、だ全体的には、3つ、合計3つのテーマで、基本的には、みんなで、1人で考える時間と、みんなで、その考えを、共有するっていう時間で構成されています。なるほど。結構時間配分とか、その辺とかも最初は全然わかんなかったと思うんですけど、なんか、やっぱ一人一人、時間も全然違うかなって思いますし、それに向き合う時間になると思うんで、なんかその辺のちょうどいい配分みたいのが、やっぱり見えてきたのか、それともなんか、ヒデさんのすごく、スムーズなファシリによって、場が進んでいくのかっていうと、どんな感じなんですか？そうですね。スムーズなファシリテーターと言いたいところですけど、本当に参加している方たちのおかげで、構成が成り立っているなって。もちろん、時間をね、ちゃんと決めているので、この中で収まるようにはっていうのは意識はしてますけど、本当に参加している
る方たちがそういうふうにいい場を作っていただいているので、はい、あのおかげさまでってとこは大きい、多く、いや、あの非常にきっとその原因というとあれですけど、育苑は非常になんか内面を出すので、はい、人の、うん、非常になんか親近感というとあれですけど、はい、なんかこう距離が近くなってきます、参加してるやつはどうですか、はい、それがなんかとてもいい場になるというか、まあ意図的に僕もなんかそういうテーマがテーマなので、はい、なんかあんまり暗い、うん、暗い感じにしないというか、まあそれも右翼曲折あって今そういう感じになってますけど、うん、はいはい、願いとしてはなんかそういう明るいっていうとあれですけど、まあ無理に明るくすることはないと思いますけど、うん、でもまあ、うん、会議ごと毎回毎回そういうなんかいろんな共通するところでやっぱり自分の内面をこうさらけ出すので、はい、みんなオープンマインドになっていくっていうか、ああ確かに、なんか距離が近くなってだんだんそれがいろんな人のなんか発言につながっていって、うん、結果的に最後なんかまあエンディング、いいエンディングじゃないですけど、はい、あ、なんかそういうのに、まあ僕は別に何もしてないんで、あれですけど、皆さんのおかげでっていうのはすごいあります。はあ、なるほどな。いや、僕も、死生観カフェに参加したこともまだなかったので、うん。でもなんかそこの、死生観って結構、結構参加者とかは、の年齢層とかっていうのは、結構幅が広いんですか？そうですね。一般的になんかそういうのを考える場を作ってる方は、結構年齢層が高いっていうふうにお聞きしてるんですけど、この死を考える、はい、ワークショップ的なことをやられてる方何人かいらっしゃるんですけど、うん、僕の場合はどこか、本当に広いですね。幅広いと思います。すご。これは僕の気づきでもありましたけど、結構その、いわゆる、はい、死が近いじゃないけど、年齢の人生の先輩方がいらっしゃるかなって思ってたんですけど、はい。もちろんそういう方も来ていただくんですけど、いやいや、先ほど言ったように大学生とか、もっと言うと高校生とか、過去には中学生が来てくれると思います。でも平均的には僕の世代、40代、50代とか、30代とか、多いかなっていうところありますけど、うん、あ、うん、でもなんかそれもまた良くて、うん、なかなか いろんな世代が今の時代に、ね、同じ場でこう語る話をするっていうね、昔の日本だったら多分あったと思うんですけど、はい、なんか同じ考え方とか同じ年代で集まってしまいがちだと思うんで、うん、それはそれで、ああ面白い場だなって、大学生が80の おじいさんと喋ったりとか、うん、なかなかないと思うんで、うん、でなんか、いや面白いですね、逆に80代のおじいさんとかも、いやー最近若い子と話したことなかったからなんてやっぱり言ってますし、うん、いやー、なんか逆に僕がそういう年齢だったら、うん、はい、そういうのをね経験したかったなってすごい思います。確かに、いや、そういう場ってめちゃめちゃ素敵だなと思います、うん、全然こだわってないんで、年齢制限とかないので、ただ軸を立ててこう、うん、こういうのに参加しません、こういうテーマですよっていうので来てくれる人なんで。うん。うん、へぇー。すごいな。でも、実際、その、年齢層ごとに、なんか、結構、中学生は結構衝撃だったんですけど、僕の中で。中学校の時に、死生観を考えるってことが、そんなになかった。ね、そうですよね。いや、ない人の多いと思っていたんですけど、はい、でも過去に何人かいる子に共通しているのは、はい、もう、考えているというか、死についてやっぱり、うん、まあ、なんかのきっかけがあった方多いですけど、例えば自分のおじいちゃんが亡くなったりとか、うん、自分の大事にしたペットが亡くなったりとか。うんうんで、それを疑問を持ち、なんだろうって言って、なかなかそこに、まあ学校とかで別にそういうのを預かって、本当はやってほしいなと思うんですけど、はい。なかなかそこにね、答えというとあれですけど、なんか、問いを置
こう聞いてくれるとこすらなかなかないっていうのがすごい悶々としたものを持ってる高校は多いんだなと思って。へえ。僕もそんなの考えたことなかったけど、うん。なのでそれで来ましたってこう思いました。あ、そうなんです、ね。はい。なるほどな。でも実際それはやっぱり前向きに死についてとか生について考えて話す場所もないし、なんか話したいと思ってやっぱり来てるんですか。それとも自分に向き合いたいのか、それともその自分に向き合ったことを他の人も同じように考えてるんだなっていうのを共有したいみたいな、どういう思いで来られてる方が多いんですか。きっとそれぞれだと思いますね。そこ全部含まれてると思います。話をしたいという人ももちろんいますし、そういう話す場で自分と向き合いたいって方もいらっしゃいますし、うん、そもそもこの場がどういう場なのかっていう興味関心で来られる方もいますし、はい、うん、それぞれですね。ああ、なるほどな。実際にこう、死生観カフェを通して、最初の集まった、うん、表情の、集まった人の表情と、うん、終わった時の表情で、どんな感じになってるんですか？ありがとうございます。これはなんか僕の場の特徴かもしれないですけど、はい、非常に最初は、まあ、このテーマがゆえに構えてきますよね、みんな。うん、そうかなと思いました、うん。ですけど、最後は先ほどお伝えしたように、やっぱり自分の内面をやっぱり語るので、うん、なんか友達じゃないですけど、非常にアットホームな感じに終わります。へ、ギクシャクした感じには決してなんないです。なんかその後カフェ行ったりとか、はいはい、そういう方も結構います。でも確かになんか一歩踏み込んだやりとりというか、そこまで話せたっていうところでなんかその部分でなんかこう一気に仲良くなる感じはなんかちょっとわかる感じがするなっていう気がしました。そうですよね。自分自身も多分、もしそういう対面というか経験があれば、きっとなんかそういう仲間意識というか、うん、うん、っていうのはなるんだろうなっていうのはすごい想像ができます。なるほどな。なのでなんか前新聞記者さんに言われたんですけど、はい、結構みんな重い感じでやるのかと思ってたみたいで、はいはい、いや結構笑いが結構あるんですよね、この僕のやつ意外だったり、よく皆さん喋りますねって、なんかもっとなんかお堅い重いなんかまあ、まるでお葬式って言ったらですけど、うん、そういう印象だったみたいですね。確かにな。でも最初ちょっと構えるかもしれないです。なんか、そうですね。うん、だからそこはなんとなく僕のなんか意図的にやって気をつけてることかもしれないですね。なんかあえて、なんていうか話し合い雰囲気を作ったりとか。はい、はい。ね。まあもちろん自分のこう、内面をというか何者なのかというところが始まり、どんな思いでやってるとか必要があれば話しますし、もちろん。それは大事にしてる価値観というか、この場においてのものかもしれないですね。なるほどな。この死生観カフェを通して、なんかこう、来てくれた人は、どんなことを持ち帰ってくれたら嬉しいなとかあったりとかするんですか？ありがとうございます。そこはもう、まあ、死生観に関わらずのとこもありますけど、特にこの場では、やっぱりそうやって自分の内面に触れる部分だと思うので、これをきっかけに何かこう生き方というか、自分の今後の未来に何かこう影響力じゃないですけど、何かのきっかけになったら嬉しいなと思っていて、まあ実際になんか、転職とか、そういう人生のターニングポイントになられている方も何人か、報告いただいてますので。へぇ、すごい。嬉しいなっていうふうに、まあ僕の
その200回以上重ねているってことにも原動力にもなっています。いや、すごいですね。いや、でもその中で、なんか、成果と向き合うと、やっぱりなんか、次の、自分の明日の行動も変わるような気がしますし、一番向き合うべきテーマなのかなって、結構、ヒデさんと出会って感じましたね。あ、嬉しいですね。でも、あれですよ、関係ない人いないじゃないですか、死って。生きてる人にとっては、私死なないわっていう人はいないわけだと思うんで、まあ中にはね、たまに不老不死なんでっていう人は冗談とか本音で言う人もいますけど、でも関係ないテーマ、関係なくないテーマだからこそ、まあどこか、何ですか、不吉というか考えたくないテーマでもあると思っていて、そこになんか一度は経験というか、まあ何回も参加してる人もいますけど、でも一度は考えてもいいだろうし、なんかその、年齢で死を感じやすい年齢ってもちろんあると思うんですけど、はい、いやいや、全然学生とか、なんだったら学校とかでそういうのもやってほしいなとも思ってますし。いや、本当そう思いますね。なんか、まあ、今の日本で生きてると、稀に事件があったりとか、なんか交通事故で、まあ、亡くなったりとか、っていうニュースしか入ってこないかもしれないけど、なんか世界で見るとね、まあガザとかもうめっちゃ、人死んでるしとか、なんか、そういうところまで思いを馳せると、なんか、世界の見え方もやっぱり広くなってきますしね。そうですね。なんかね、みんなそれを求めてインドとかね、そういうとこに行く方もいらっしゃるけど、まあもちろん行くことは大事だけど、大事でね、とても、刺激的というか、いろんなものに続くことにはなるんだろうけど、この前になんかもしよければ僕のこういう場にも参加していただきたいなっていうか。確かに。ぜひ、ぜひヒデさんの死生観カフェに。参加していただきたいと思うんですけど、一応もう、っていう話をしてたらもう、30分ぐらい。早いですね。早い、経っちゃうんですけど、まあ、なんか今回この、生還カフェについて、僕がこう、ヒデさんに、こう、インスタライブに出ていただいて聞きたいっていうのも、まあ、僕とヒデさんで12月7日に、横浜の逃げバーっていうところで、僕も、ヒデさんの死生観カフェに参加するというか写真を撮る、家写真を撮るっていう形で一緒に企画させていただいているので、その時は実際に衣装を書くっていう体験をしたり、まあ、その後に衣装を書いた後に僕がカメラマンとして家写真を撮ることを通してまた自分の死生観について考えたりとかする時間になるかなと思いますので、ぜひ、12月7日、参加していただきたいなと思ってます。お願いします。ヒデさんも、最後に、本当最後に、ちょっと22時になっちゃったんですけど、一言いただいてもよろしいですか？いえ、ありがとうございます。今日は呼んでいただいて、嬉しいです。ちょっとインスタライブ、どうやったらやり方がよくわかんなくて、こんな気持ちで、できてよかったので、本当にご縁をいただいてというのと、今お話ししていただいた12月7日がありまして、非常にこの初めての試みでもあるんですけど、衣装を書いて家を撮ってもらうっていうのはなかなかない経験だと思いますので、それこそ、ぜひ、死を間近に感じている方はもちろんですけど、若い方たちにもぜひ一度は体験して、ね、なぜならば、僕も含め、ヨッシーさんも含め、明日、なんだったら今日死んでしまうかもしれないから、ぜひ、遠い話かもしれないけど、近い話かもしれないし、なんかそういうのをちょっと味わうだけでも、また生き方も変わるのかなと思ってますので、ぜひ、ぜひ、そんな、場に参加していただけると嬉しいです。今日はありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。エイザーもたくさん、質問させていただいて、丁寧にご回答いただいてありがとうございまとしんでもた。ないです。もしかしたら、僕がまた聞きたいテーマがあったら、インスタライブ起こるかもしれないですし、引き続き、よろしくお願いします。こちらこそ、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ではい。は、失礼します。ありがとうご失礼ざいします、ます。ゆうさん。はい、お疲れどうも、様こちらこそ。です。はい。